伊達の一人語りシリーズです。今日もですね、この動画なしの音声をお楽しみいただいている皆さん、本当にありがとうございます。先日ですね、私、ラジオに出まして、動画の方でもちょっとご紹介したんですけども、広島のそのおたふくソースさんがですね、スポンサーをされているソングソーヨーリップスという番組に出演させていただいたんですけども、そのパーソナリティがですね、なんとおたふくソースの佐々木社長さんで、結論から言うととても楽しかったんですね。ちょっとこうぶっちゃけ話ですが、その番組自体はですね、収録でこう3時間ぐらいかけて30分の番組を2本撮るんですね。で、佐々木さんが事前にですね、社長さんが事前にこう出演者の広島で活躍する頑張っている女性たちっていうテーマでですね、いろんな女性が出演されるんですけども、事前にその言った女性たちのことを調べられて、そこからこう質問をしてくださるんですね。で、すごい楽しかったし、その後、なので、こう、ライブじゃないので、自分でも、放送を聞けるんですよ。で、聞きまして、私、めったにですね、自分の出演したものを見たりとか、聞いたりっていうのが、しないんですね。できなくて、なんだかこう、気恥ずかしくて。あと、これは皆さん、あるあるだと思うんですけども、録音した声って、自分の声って、なんか変な感じがするじゃないですか。なんかそれ前までですね、聞くのがいつもなんか嫌だなって思っちゃうんですけども、今回のはですね、なんかこう今までにないぐらいですね、自分で言うのもなんなんですが、すごい上手に話せてまして、それは多分佐々木社長さんだったりとか、その場を作ってくださった皆様の、もちろんおかげ 100% なんですけども、すごい上手に喋れてるなと思ってですね、なんかこう、おそらくこの YouTube でたくさん一人語りをしてきた成果も見えてるんじゃないかと勝手にニヤニヤしながら思ってたんですが、そういう回だったんですね。気になる方はぜひソングソーヨーリップスのアーカイブでホームページで聞いていただけるので、もしよかったらそちらも。で、やっぱりその時にラジオの力っていうのを改めてすごく感じまして、今回はですね、何かこう直近にイベントがありますとか、そういうお知らせ、メインのものではなくって、どちらかというと私のこう反省っていうと大げさですが、これまでを振り返ってお話しする、そんな番組だったんですけども、やっぱりそういうこう自分のバックグラウンドみたいなものをゆっくり30分2回なので60分間お話しさせていただくと、やっぱりたまたま聞いてくださった方の中にですね、すごく感銘を受けてくださる方もいらっしゃって、とってもありがたいなと思うんですけども、やっぱりその一瞬のテレビとかSNS ニュースとかではこう得られないですね、ご縁ができて、ご自分でですね、糸話ってホームページを調べて私の電話番号を見つけて電話してきてくださる方がいらっしゃったりとか、大学時代にお世話になっていたですね、今もう本当に5年ぐらいお会いできてない元恩師の先生からですね、突然 LINE が来たりとか、なんかそういうやっぱりこうたまたま聞いて、しかも心が動いた経験ってすごく人を動かすんだなっていうのをすごく感じました。いや、こういう YouTube のですね、ラジオバージョンもなんかそんな風に偶発性を生むようなものになったら面白いのになって思うんですけど、 YouTube はなかなか自分で探して聞くから難しいのかなと思ったり、なんかそういう最近そのラジオに出てからですね、なんか偶発的な出会いっていうのはですね、それを考え始めたらもう偶発的じゃないのかもしれないんですが、なんかこう自分の人生の中でなんかもっとたくさん生んでいきたいなって思う、今日この頃です。なんかこう皆さんが今まで過去にあった偶発的な出会いがたまたま見つけた、たまたま仲良くなったとか、なんかもしそういうきっかけというか、この場に行ったらそうだったよとか、このツール雑誌を読んでたらそういうご縁がたくさんあったよとか、もしあればですね、ぜひお聞かせいただけたらと思います。なんか YouTube もですね、リクエスト式にしたりとかしていきたいなと思いながらですね、まだまだ
小さな YouTube チャンネルですので、できることに限りがあるんですけども、なんかそういう本当のラジオに持っている力をですね、ここでも発揮できたらいいななんて思えた機会でした。ということで、今日はですね、この間出演したラジオ番組の再宣伝と、そういうラジオから生まれる偶発的な出会いを、自分たちでも生んでいけるようになりたいなというようなお話でした。最後まで聞いてくださってありがとうございました。